神として厄除け、水難除け、病難除け、家難除け、五穀豊穣など多くの御利益があるといわれ祀られています。今世界では感染症が猛威を振るい、異常気象による災害も頻発しており、五所川原市においても過去大火や水害など多くの困難を乗り越えてきましたが、厄災がこれ以上降りかからないよう願いを込め、ヤマタノオロチを退治する場面を表現しました。暗い場がなく